どうも、昆虫ハウス101号室、80です。カメラマンが平岡さんです。お願いします。はい。どうした？珍しく。何正座して？そうですね。これは多分おそらく平日上がってる動画ではあると思うんですけど、はい、とんでもないことをしてしまったので、本当にもう緊急で電話してます。とんでもないことをした。いやでも本当に勘違いしないでほしい。俺は普通のスピードやって、ただ急に飛び出してきたから。事故したの？整体を購入しました。いや別にいいやん。いや悪いことやね。いやもっとあるやんお前悪いことって。俺が？いやそうあるよ。撮影ありますって今日いいですかって来て、うん、ちょっと時間、まあ、遅くなるけどいいって言って、まあ何時に終わるから行くって言ったら、うん、頭痛いから。いや今日無理。いやしょうがないそれは。まあでもそれ仕方ないから。うんまあ分かった大お大事になったらほんま助かるプリプリもう舐めてるやんお前病気やん正常な分も打てないぐらい体調悪くなっていやプリプリって打つねほんま助かるだけで終わればええねんそのためには結構怒られるかもしれませんまずこちらのテラリウムはい、タランテラジャパンさんで枝カマキリのためにはい、テラリウムを作ってくださいました、まあ、動画の方でも上がってるんですけども、そのテラリウムに入れてた枝カマキリ、はい、なくなってしまってあそうなんや、はい、もう成虫の時が 1,2 ヶ月経ったんであもう、まあ、寿命を過ぎてたんですけどなるほどそうですねそれもなんか本当に言い出すの怖くてまあ報告できずにっていうことね隠してた部分があって、はい、まああのまま干渉しててもいいんですけど、はい、何か生態入れたいなと思ってあはい生態の方今入ってますもう入ってんのはいそれがその新しく購入した生態なんですよなるほどねちょっと、うん、いいですかいやいいけど何よ見えますかこちらねなんかいる開けた方がいいかもしれませんね分からんなえ虫ちゃうやないかおい虫ちゃうやないか虫ちゃうやないか奇獣ちゃうやないかすいません爬虫類です虫類飼いやがってやれすいませんもちろん両生類や爬虫類の方も飼ったりします、はい、しかしそれはいただいたものがメインでして自分で飼ったことは一度もございません、はい、確かになかったなあれはあいつがくれたんやそういう言い訳だけでやってきた可愛がってはいたけどな、うん、自分のお金で飼いました何やってんねんついにお前ほんまに昆虫やめんのか違う違うそんなつもりはないだからこれ平日あげてるサムちゃんとかやったら分かるで平日あげたから、うん、セーフとかないからで本当迷ったちょっと隠しときゃいいやとまあまあ言わんかったらええけど、まあうん、でも可愛すぎて出したくなっちゃった時がありそう何こいつおちんちんと一緒ややめろよ可愛すぎて出したくなった時やるやんそうなの露出鏡の人なんて全員自分のおちんちん可愛くて出してる、はい、この子何よこれは、ランバージャックさんで購入させていただいた、キャット月光でございますキャット月光はいトカゲジャンルで言えばジャンルで言えばヤモリとか、ね、ヤモリあ寝てんのかな今寝てますかわいいねめちゃくちゃ可愛くてうんちょっと夜行性でねそもそも起きるんでまあ確かにこのテラリウムちょっと雰囲気合ってるもんなそう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 もしかしてキャット結構入れるためにそうそうそうお前やったねやってないなそれはやってないからちょっと起きちゃったかな起きたって起こしてんねんけどあんまり言うよ怒られるわあ、わっかわいいかわいいめっちゃかわいいやろかわいすぎるってくそもともと俺こっちの方が好きやねん好きやからな、ね、多分テンション上がるかもしれないかわいいめっちゃかわいいやんわ今ランバージャックさんとね、うん、昆虫爬虫類ショップの方で、はいはいはい、週1でバイトしてるんですけど基本ねこの子のメンティするんですよなるほどねマジで可愛すぎて触れ合う時間長いもんな絶対そうそうそ う, そ う, うわすごい尻尾だけこういうちょっと違う模様なんやうんそうなんで、ね、ここの模様とかも結構ね、うん、色々と個性あったりしてへえー、何やってんねん始まるもう抜け出せへんなるぞうんだから触ったらやっぱ最後って言われたあもう触っちゃったんや、うん最後やったあれ意外とここで触れ合えちゃうんだとかああそうでもう多分撮ってる映像なんですけど、うん、寝起きで餌あげる瞬間とかねめっちゃ可愛いねあそうなの寝ぼけながら食べててあちょっとそういう感情も見えるっていうね見えるのがずるいああ
俺感情に弱いね。あ、感情に弱いや、うん、意外と。どこ行くやろ、まず一旦。確かに。どこが好きなんやろ。どこ好き。お、上2階か。おお、まあ、素敵なレイアウトやな。これ本当そう、綺麗だよね。ゆったりなんだというね。めっちゃ遅いね。かわいいな、うん、あ。ここでもね、マジでお気に入りなんだよ。あ、お気に入りにしてる、勝手に。ほら、人ってこう、エゴがエグいから。あ、お気に入り。お気に入ってる。あ、これ勝手にいった？いてていて、吸い込まれるように。無理やりね。うわー、いいね。かわいい。まずいよ。コンチハウスじゃなくなっちゃう。なくなっちゃう。チェルハウス。いやいやいや、違う違う、そのはずない、そのはずない。ちょっとな、すいません、本当に。すいませんじゃないよ。だから、まあ、うん、そうか、虫を楽しみにしてた方もいるから、うん、その人たちはドリルだけ見たらいいんや、クソが。いや、やばいや。すいません。いやー、じゃないや。言っちゃってんだよ。そうか、そうか。でも、平日ぐらいいいだろ、ボケガスが。いや、口悪いな。ごめんなさい。何こいつ。え、20人だよ。何？はい、という感じの。よくないけど、うん。まあ、でも、可愛いからね。そうまあ、今後だからそういう配信とかで出す分にはそれだけ本当にそれ約束する。そうだからメインの動画としてやっぱ出すのはまあ金輪際なしで、うん、そうもちろんそうですよね。絶対なしよ、まあ、それは。えそれはないよ。ギャグではいいやろ。例えば「よろしくします」って言って「あ、まあね、みたいなね、うん、ワンボケみたいな形で出すのはいい。5ボケあかん。いや、一動画5ボケで5ボケダメ。 そこまで行くならメインにしてあげてほしい。生き物チャンネルとしてやりますって言うなら別にいいけど。いやいや、昆虫寄虫、まあ、それは間違いない。間違いないし、ああ言いましたけど、うん、あのランバージックの昆虫寄虫コーナーの方に置いてあったんで、どっちか分からなかった。いや分かるだろ。それは気づいて、調べて気づいて、ああ虫類やって虫類やってそれはあかんて。それはそんな知識なさすぎる、うん、名前つけちゃう。いやもう名前はでもつけちゃいたいよな。うん、メスやねん、あの子。ああ、うん、女の子。そうキャット月光キャッコ。いや、そう略して。いや、それ安直すぎる、ね、いや、そっか。おねむ、ね、寝てるから、ね、寝てるから。いや、そんなだ。それは夜行性なだけでね。ああ、そうか、うん、もう次で決まりやね。あ、本当に。うん、可愛いのがいいよな。もう次は80が出す名前でもう決まります。ジェノサイド。いや、お前じゃん。殺戮やから。全然。え、そういうの好きだけど。女の子猫っぽいっていろいろあったけど全部捨ててジェノサイド。いや、難しいな。でもまあもう決めるなら今決めよう。お尻のクルクルがさ、あ、確かに。ちょっと玉ねぎっぽいやん。玉ねぎいいんちゃう。でも色も玉ねぎっぽいしな。あ、まあ確かにな、うん、玉ねぎにするか。玉ねぎか。覚えやすいというかね。はい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 、まあインパクトはあるしいいんじゃない。そうですね。あの子は？はい、ジェノサイド。ジェノサイドで採用された。マジかよ。玉ねぎちゃんね。やってきますんで、はい、玉ねぎちゃん。はい、まあそうね、配信とかで言ってくれたらね、平気で出しちゃうかもしれない。それぐらいゼレゼレです。はい、なので楽しみに、これからもコンチハウスの方よろしくお願いします。お願いします。この動画、夜の子供方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。